1日に1回ぐらいでいいから素晴らしいねって誰かに対して言えるような自分になりましょう。そういうことを言ってくれるとなんかやる気が出てくるもんですよ。やっぱりじゃあ自分もやっぱりそれを言うように努力しましょうよ。その元気と勇気をどうか作り出す自動システムを開発してください。